98は、ドイツの自動車メーカー、アウディが製造、販売する SUV である。2018年6月5日、中国の新鮮で開催された、アウディブランドサミットにおいて公開された。基本設計を Q7 と共有しながら、SUV とクーペを融合させたスタイルが、外観上の特徴となる。アウディの Q シリーズにおける、フラッグシップモデルとなる。2019年7月3日、 日本への導入が発表された。日本市場へは、ガソリンエンジンモデルの 9855TFSI クアトロが導入された。エンジンは3リッター V6DOHC 直噴ガソリンターボエンジンで、最高出力 340PS、最大トルク500ナノメートル。リチウムイオンバッテリーを用いた48、ボルト電源システムとベルト駆動式、オルタネータースターターを組み合わせた。 マイルドハイブリッドシステムが採用された。2019年9月3日、販売開始。2019年6月24日、欧州にて、Q8 の高性能モデルである SQ8 を発表した。実車は、同年9月10日、フランクフルトモーターショーにて初公開した。新開発された 4.0LV 型8気筒ツインターボディーゼルエンジンを搭載し、 最高出力 435PS、最大トルク 91.8Kgm を発揮。その結果、0時速 100km 加速は4.8秒、最高速度は時速 250km である。また、48V のマイルドハイブリッドを採用している。ありがとうございます。